バーツカ古墳は、兵庫県辰野市新宮町馬立にある古墳。形状は円墳。馬立古墳群を構成する古墳の一つ。兵庫県指定史跡に指定されている。馬立古墳群兵庫県南西部、栗栖川右岸の山麓に築造された古墳である。一帯では、馬立古墳群32基を含む65基の古墳が知られ、その一つになる。本古墳は馬立古墳群の東端に位置する。これまでに1964年に測量調査が実施されている。墳径は円形で直径 18.5 メートル、高さ6メートルを測る。墳丘は2段築成。主体部の埋葬施設は片袖式の横穴式石室で天井がドーム状をなす特色を有する。出土品としては須液装飾付足付き壺、玉類、馬具靴輪があるが、そのうち装飾付足付き壺は周辺の市町墓での出土がよく知られるものになる。以上より築造年代は古墳時代後期の6世紀後半頃と推定される。特にドーム状石室の点から朝鮮半島系渡来人の墓とする説がある。古墳域は1976年に兵庫県指定史跡に指定されている。主体部の埋葬施設には、片袖式横穴式石室が使用されている。石室の規模は次の通り。石室天井は、ドーム状の急流式石室で、高さ約2メートル付近から壁の石を持って送り、天井に板石3枚をかける。同形式の石室としては、播磨地方では最大規模で、周辺では西宮山古墳石室が類例として知られる。また、沿道は、玄門から、専門に向かって広がる形状になる。ありがとうございます。